皆さんに悪いけど。<laughs> ええとね、日本の冬は寒いでしょ真っ黒で、まあ、あれだけど。うん、けど <laughs> 日本の冬は寒いからね、俺今どこ行こうかと思ったけど、あの、やっぱ女やね、シンガポールはね、あの、多国籍がおるからね、黒人から白人から。それと会社経営もいいから、来年は、あの、冬は間に合うな。 シンガポールにおりますわ、皆様。だから言うたでしょ高僕ココはご存知でない今一人ことね、メモもあるけど、一つ言いますわ。あ、フリエーエイトね。A8 とかはダメやけど、ワードプレスで難しいんですわ。ワードプレスといろいろ、ワードプレスしって知る,るでしょワードプレスやったけど、サーバーの、その、転送の仕方がわからんのですわ。で、クレジットの方は乗ってるけど、乗ってないの、普通の。 それとね、今考えたことは、プログラミング、世界一の、皆さん言うても分からんけど、大富豪が34兆円ね。それに抜くために、その人はね、なりゆき、イーロン・マスクって言うんですよ。検索してね、ウェイキーピーディアで。で、ウェイキーピーディア今度も寄付なくなったんだ。そもそんなことある話はいいけども、これで財団、ビル・ゲイツ財団、俺も作るけども、あれ寄付したらいいんですよ。6兆円だって。 余談な話したと言って、俺の高いし会社ええー、忘れた。シンガポールは女と、ね。女と会社と。あ、そうそう、クラウドファンディングも立ち上げる。電図会。カジノ綺麗もやると。俺今70万円やから、やけど100万で生きるから元気やからね。で、薬もらったし、月4万ぐらいね。うん。一回、こう、脳速で口,口がちょっと回らないことになって。それ、内容を見た、イーロンマスクの内容を見た32兆年やな、世界中のこう。 二番目がアメ、南アメリカね。ブラジル。あの、通信を。あとはいいけど。Facebook ね。何言ったか。だからね、その人ね、あの、アプリ開発かなんかでね、20億集めたそうです。わ、会社が売れたそうです。そっからのスタート。俺電気移動者。だから俺もね、今ね、アプリ開発とかね、フェスになっの。アプリ開発とかねで、プログラムをちょっと本開いて、あとはダウンロードするってやるだけです。だから似たようなこと考えてる。 い皆さん言ってもか、か、DNNH、DNN 中日かなんかドラゴンなんですよ。あれ、あの、なんとかっち本出してるんですわ。ドロみたいな、なんとかこんとかなんとかメディアね。言わないけど、そこにいろんなこと載ってんですわ。言うてもわかるでしょう。だから世界一のダフォーとわし、わしはちょっとあの、部位が違うからね。一回聞きますわ。あの、変なイナで言ったから。